皆さんこんにちは。びっくりした。ウォーカー以上迫力あるで。来シーズンから阪神の監督に復帰する岡田彰布監督はそう漏らしました。岡田監督が漏らしたウォーカーとは助っ人外国人選手で、ひときわ大活躍をしているアダム・ウォーカーのことです。守備面に関しては非常に不安定なものの、バッティングに関しては主砲級、見た目とは裏腹に生真面目な性格もあって、日本において人気も獲得したウォーカーは2022年のプロ野球界に大きなインパクトを与えました。日本に毎年のように来る助っ人外国人選手は当たり外れが大きく、当たれば超エース級の活躍をすることもありますが、ほとんどの選手が故障などが原因で使い物にならないこともよくある話ですよね。そんな悪いイメージを払拭して活躍しているウォーカーですが、岡田監督はそんなウォーカーを引き合いに出し、それ以上の逸材がいると話しています。今回は阪神岡田監督がアダム・ウォーカー以上の逸材と評する謎の人物の真相に迫っていきましょう。アダム・ウォーカーとは、まずは今回の話題の引き合いに出された外国人選手アダム・ウォーカーについて確認していきましょう。ウォーカーは2021年の年末に年俸3400万円で巨人と契約した外国人選手であり、巨人と契約する前まではミネソタツインズなど米独立リーグで活躍していました。よくウォーカーと引き合いに出されるグレゴリー・ポランコがメジャーで主力を張っていたこともあり、格安で巨人に入団したウォーカーにはそれほど期待は寄せられていませんでした。ドレッドヘアーにバンダナとその外見から一見を騒がせる外国人の香りがプンプンするウォーカーでしたが、2022年は規定打席不足ながら打率2割7分1厘、23本塁打、52打点と出だしから好成績を記録。巨人にとってウォーカーは3400万円という格安年俸で獲得した割にはまさかの大活躍。原監督はいい思いをしたに違いありません。ウォーカーは身長196センチ、体重104キロの大型野手であり、父親のアダム・ウォーカーは1987年に NFL のミネソタ・バイキングスに所属した元プロアメリカンフットボール選手。父親譲りのずば抜けた身体能力を持つウォーカーを巨人は助っ人候補として数年前から注目していたようですね。日本で大活躍のウォーカーですが、巨人入団前の独立リーグ時代はなかなか芽が出ない日々が続いていたようです。ウォーカーは2012年の MLB ドラフト3巡目全体97位でミネソタツインズから指名され、プロ入りを果たしますが、その後数々の球団を転々とします。オリオールズ、レッズなどマイナー契約で渡り歩いた後、2019年にもともと在籍していたミルウォーキー・ミルクメンと再契約、98試合に出場して22本塁打を放つなどなかなかの活躍を見せ、翌年には57試合で22本塁打を放ち本塁打王に輝くなど確かな実績を残しました。2021年には打率3割2分0厘、リーグ新記録となり33本塁打、101打点、24盗塁の成績を残し、2年連続で本塁打王とシーズン MVP を獲得。また MLB と業務提携を結ぶ MLB パートナーリーグとして活動する4つの独立リーグ全体の MVP にも選出されるなど、ウォーカーの活躍には目覚ましいものがありました。しかし独立リーグは給料も低く、メジャーを夢見て日々努力をしていたウォーカーにとってなかなか辛い環境だったようですね。ウォーカーは独立リーグ時代について次のように話しています。アメリカのマイナーリーグの環境と似てると思うんだけど、一番印象に残っている、記憶に残っているのはやっぱり移動の大変さ。最初は16時間くらいのバス移動だったよ。5、6時間のバス移動は普通だね。独立リーグには3年間いたんだけど、お客さんはすごく来場してくれて応援もしてくれた。野球は野球、いい試合もたくさんあったし楽しめました。いい思い出も多かったようですが、給料の低さから手すきの時間に工場でアルバイトをするなど苦労して生活していたようです。巨人からの声がかかった時のことについて、独立リーグでプレーしていた時ももっと上のレベル、もちろん MLB もそうだけど、アメリカ以外の NPB や韓国リーグ、台湾リーグでプレーすることを考えていたんだ。そうしたら代理人から連絡が来て、ジャイアンツが興味を持ってくれていると聞いた。その時は本当に嬉しくて、 NPB のしかも最も歴史のある最高の球団であるジャイアンツでプレーできるかもしれない、その話を聞いた瞬間に飛び上がるほど嬉しかったのを覚えているよ。ジャイアンツといえば東京を本拠地としているし、日本では楽しそうな生活もできるだろうなと
ワクワクしたと語るウォーカー。原監督に独立リーグ時代に培ったハングリー精神を買われたウォーカーは、巨人入団前まで指導をほとんど受けたことがなかった。守備面も強化され、着実に実績を積み上げました。2023年の活躍にも当然期待が持てますよね。謎の外国人選手とは、そんな大活躍のウォーカー同様、注目されている外国人選手が12月15日に阪神タイガースとの契約を結びました。岡田監督がウォーカー以上と評した外国人選手の名はヨハン・ミエセス。ウォーカー同様メジャーでの経験はありませんが、2022年はレッドソックス 3A で打率2割7分1厘12本塁打35打点出塁率387を記録。マイナー通算793試合では打率2割4分3厘140本塁打427打点185センチメートル120キロの巨漢選手であり、東京オリンピックではドミニカ共和国の代表として銅メダルに貢献するなど、確かな実力を持った選手です。メジャーに詳しいスポーツライターの友成那智氏は、ミエセスについて、以前は大振りで三振が多かったが、近年は四球数が増え出塁率がアップ、相手投手の左右は苦にしないし、今季の得点圏打率も3割1分6厘特に7回以降の終盤に強い、打率4割1分7厘成績だけを見ればメジャーから声がかかってもおかしくなかったが、120キロの体重やマイナー通算626試合で守備率967と低いことがネックになったのかもしれない。レッドソックスのスカウティングリポートによると、守備についてはかなりの強肩だが、普段のルーティンプレーでミスをする、早球判断もいまいちとある。年齢的にも27歳と中堅の域に入り、適齢期を過ぎたとみなされた可能性もあります。打撃に関してはパワーはメジャーの平均以上、タイミングを取るのがうまく、緩急への対応力もありそうです。日本の投手は外国人選手に対し、外角へのスライダーなど左右の変化で揺さぶる傾向がある。こうした攻めに慣れれば、広い甲子園球場でも20本塁打を打つ可能性はあるでしょうと、ウォーカー以上に日本で化ける可能性があると語りました。いかがでしたでしょうか。今回は岡田監督がウォーカー以上の掘り出し物とする選手ミエセスについて見てきました。守備面に難があったウォーカー同様、弱点を補うことでミエセスがウォーカー以上に活躍する可能性は大きいです。ミエセスは球団を通じて、阪神タイガースがこうして再び日本に行く機会を与えてくれたことに心から感謝します。そして今まで健康で大好きな野球を続けてくることができたことに感謝して、日本でもチームのために全力でプレーします。日本の皆さんにお会いできることを楽しみにしていますとコメント。名将岡田監督に掘り出し物と注目された新人外国人選手は、阪神での活躍に期待を膨らませています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。